ドはあのプレ花嫁さんが見てるんですよ。お、やばい、俺こんなマスクしてて大丈夫かな。大丈夫です、大丈夫ですよ。伊勢山ヒルズのいいところを一人一個ずつ言ってください。まあ、先ほどもお話しさせていただいたんですけど、真面目だな会場もそもそもコロナ禍で見ていただいて自分の好みに合うものが絶対あると思う。この中で全てが完結してしまうというところが伊勢山ヒルズの一番の魅力だなと思いますし、会場お客さんからやっぱり一番言われるのは伊勢山ヒルズであげてよかったって、まあ、本当に思える式場っていうのと、ゲストから結構いつまでたってもあの2人の結婚式良かったよってそういう感想が出てくるような式場かなと、まあ、本当にシンプルですけど一番満足してもらえる会場なのかなとは思います。伊勢山皇太神宮があって大聖堂があってで結婚式が全てもう終わりではなくて、その後ご家族ができてまた皇太神宮に戻ってきてお宮参りやって七五三やって成人式やってってレストランもありますしマンジャーレっていうのがここの結婚式だけでなくてまた帰ってこれるあの人生生涯においてあの次世代その次世代までこうつなげていけるあの会場かなと思いますんで、末永くここの式場を繁栄に導いていきたいと思います。本当に僕よく言ってるんですけど伊勢山はあのレアルマドリードだと思っててあのね銀河系集団だ銀河系、え、なんで銀河系なんですか。あのよりすぐ、えりすぐられた人たちが配属をされている、はい、なんかほら、はい、素晴らしいすごい教育ができているします。